ヒラノショウ、ジングジ・ユータ、キシユータが新マクドナルド商品をレビュー。めっちゃハワイアンキャンペーン開始。ヒラノショウ、ジングジ・ユータ、キシユータと一緒にハワイへ。マクドナルド新キャンペーンの魅力を紹介。今年の夏、日本マクドナルド株式会社が全国に展開する新たなキャンペーン、めっちゃハワイアンが登場しました。このキャンペーンの目玉は、ヒラノショウ、ジングジ・ユータ、 キシユタの3人が出演する新しい TVCM、めっちゃハワイアンバーガーズペンと、めっちゃハワイアンサイドメニューペンです。青い空と海を背景に、ハワイを感じることができる新商品が発表され、その魅力を3人が存分に伝えています。この夏、マクドナルドはハワイをイメージした全7種類の商品を展開します。その中には、 新商品、ザクキリポテトビーフブラックペッパークリームチーズや定番商品、チーズロコモコガーリックシュリンプハワイアンバーガーズなどがあります。また、超限定のチーズロコモコマフィン、シャカシャカポテトハワイアンバーベキュー味、そしてハワイの海をイメージしたマックフィズ、マックフロートブルーハワイ2024も登場します。これらの商品はすべて、7月24日から全国のマクドナルドで発売されます。 新 TVCM めっちゃハワイアンバーガーズ編では3人が夏の青い空と海を背景に肉厚ビーフのチーズロコモコザクザク食感のガーリックシュリンプそしてボリューミーなザクキリポテトビーフブラックペッパークリームチーズの微妙しさを伝えます特に印象的なのは3人が海辺を舞台にサングラスを外したり夕焼けの海岸を走ったりするシーンです神宮寺のハワイアンというセリフが特に盛り上がりますまた めっちゃハワイアンサイドメニュー編では3人がビーチの桟橋でシャカシャカポテトハワイアンバーベキュー味を楽しむ姿が描かれていますウクレレの奏者に出会い共にハワイアンと楽しむシーンや製品に舌鼓を打つ姿がとても印象的です最後にはウクレレ奏者の演奏に合わせて3人がリズムを取りながら首を横に振るリラックスしたシーンで締めくくられます 撮影後のインタビューでは、3人それぞれが撮影の感想を語りました。神宮寺は楽しかったですね。夏をめっちゃ感じたよね、と述べ、岸は本当に夏を感じられて、撮影の時間も長かったので、本当に晴れの気分を味わったというか、と話しました。平野も僕たちも夏らしいことってまだ何一つしてないので、いち早く夏らしいことをした気分になりました、と感想を述べました。 また、プライベートビーチでの撮影についても、スタッフさん多すぎだけどね、笑い、と笑いを交えながら話していました。新商品の味についても3人それぞれの感想がありました。平野はチーズロコモコについて、もうマジでハワイなの。海辺のシチュエーションとか実際にハワイで食べたいぐらいの勢いです、と絶賛しました。騎士はガーリックシュリンプについて、 ハワイで食べた味を思い出すくらい本格的と述べ、そのプリプリとした食感に大満足の様子でした。神宮寺は、咲くキリポテトビーフブラックペッパークリームチーズについて、ポテトが入ってるのがすごい斬新で美味しかったと話し、そのスパイシーさに驚きつつも満足している様子でした。さらに、3人が理想のハワイ旅について語るシーンもありました。騎士は、自然を楽しみたいかなと述べ、平野は、マリンスポーツしたいなと答えました。 神宮寺は、魚を見たい。潜ってと話し、シュノーケリングの楽しさを語りました。また、3人は過去にハワイのマクドナルドに訪れた経験もあり、その思い出を振り返りました。最後に、新 TVCM について視聴者へのメッセージを3人が届けました。平夜は、この度、めっちゃハワイアンバーガーズの新 CM に出演させていただきました、と述べ、 は肉厚ビーフのチーズロコモコエビがプリプリのガーリックシュリンプと商品を紹介しました神宮寺もボリューミーなザクキリポテトビーフブラックペッパークリームチーズってめっちゃハワイアンと力強くアピールしシャカシャカポテトハワイアンバーベキュー味の期間限定登場も告知しました最後に3人はお楽しみくださいと視聴者に呼びかけました新 TVCM めっちゃハワイアンバーガーズ編は15秒と30秒 めっちゃハワインサイドメニュー編は15秒で7月23日より全国放送が開始されます。この夏、マクドナルドでハワイを感じることができる新商品をぜひお試しください。マクドナルドの新商品は、その独特な風味と食感で夏の楽しみを提供します。例えば、チーズロコモコは、 ジューシーなビーフパティととろけるチーズ濃厚なグレービーソースが絶妙にマッチし一口食べるだけでハワイのリゾート気分を味わえる一品ですガーリックシュリンプはサクサクの衣とプリプリのエビが織りなす食感が魅力でハワイの本場の味を再現していますこのような商品の背景にはマクドナルドが顧客に提供する食体験へのこだわりが見えますザクキリポテトビーフブラックペッパークリームチーズは 新しい発想のもと生まれたハイブリッドバーガーです。ポテトのザクザクとした食感とビーフの旨味、クリームチーズの滑らかさが一体となり、スパイシーなブラックペッパーがアクセントとなって、これまでにない食体験を提供します。このバーガーは、一見シンプルに見える組み合わせながら、その裏には多くの工夫と試行錯誤が詰まっています。シャカシャカポテトハワイアンバーベキュー味も、サイドメニューとしての価値を一段と引き上げる商品です。 特製のハワイアンバーベキューシーズニングがかかったポテトは、シャカシャカと振ることで均一に味が行き渡り、どこか懐かしさを感じさせると同時に、新しい驚きをもたらします。ビーチでのんびりとしたひとときや、友人と集まる楽しい時間にぴったりの一品です。CM の制作においても、細部にまでこだわりが見られます。青い空と海、サングラスをかけた3人の姿は、まるでハワイのビーチにいるかのような錯覚を与えます。 夕暮れの海岸で走るシーンやウクレレの奏者と共に楽しむシーンは見る者に夏の開放感とリラックスした雰囲気を伝えます神宮寺の「ハワイアン」というセリフは視聴者に強い印象を残し商品の魅力を一層引き立てます3人のインタビューではそれぞれが商品の味わいと撮影の楽しさを語りました平野はチーズロコモコをハワイで実際に食べたいと絶賛し 岸はガーリックシュリンプの本格的な味わいに感動を示しました。神宮寺も咲くキリポテトビーフブラックペッパークリームチーズの新しい食感に驚きつつ、その斬新さを楽しんでいました。彼らの率直な感想は商品の魅力を余すことなく伝え、視聴者の期待を高めます。 理想のハワイ旅についても3人がそれぞれの夢を語り、騎士は自然を楽しむこと、平野はマリンスポーツ、神宮寺はシュノーケリングを楽しみたいと述べました。これらの夢は、彼らがどれだけハワイを愛し、その魅力を感じているかを物語っています。また、過去に3人がハワイのマクドナルドに訪れた思い出も共有され、そのエピソードは商品との親和性を高めるものとなっています。この夏、マクドナルドのめっちゃハワイアンキャンペーンは、 全国のの店舗で展開され、多くの人々にハワイの風を届けます。ハワイの味わいを存分に楽しむことができるこれらの商品は夏の思い出を一層豊かにすることでしょう視聴者は新 TVCM を通じてその魅力を感じ取り実際に商品を手に取ることでその美味しさと楽しさを体験することができます 平野、岸、神宮寺の3人が届けるめっちゃハワイアンのメッセージは夏の始まりを告げる合図となり多くの人々に新たな食の喜びを提供しますこの新たなキャンペーンが成功する背景にはマクドナルドの長年の経験と革新への挑戦があります顧客の期待を超える商品を提供するために常に新しいアイデアと高品質の素材を追求しています 今回のめっちゃハワイアンキャンペーンもその一環であり、ハワイの魅力を日本中に広めることで、多くのファンを獲得しています。さらに、マクドナルドは環境への配慮も忘れていません。放送材のリサイクルや店舗運営におけるエネルギー効率の向上など、持続可能な社会を目指す取り組みを進めています。これにより、顧客に安心して商品を楽しんでもらうと同時に、地球環境にも貢献しています。